どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日は私今羽田空港国際線ターミナルにいて、毎回ここからスタートしていますけども、今回はね、ダイヤモンド修行のね、クアラルンプールタッチ、羽田空港から、クアラルンプールね往復で、こちらの動画では、東京羽田空港から、クアラルンプールのね、路線を今回紹介していきたいなと思っております。でね、今夕方4時ぐらいで、ちょっとね早めに到着しました。ちょっとねラウンジゆっくりしてから出発しようかなと思って、フライトはね、23時30分45分、多分そのぐらいの時間で、ちょっとねゆっくりしつつ、ラウンジゆっくりしつつ搭乗待ちだなということで、今からねチェックインもできると思いますんでしていきたいなと思っております。それではね行きたいと思います。それではね連合掲示板の前に来ました。残念ながらねまだ全然乗ってないですね。でもチェックインはできると思いますので行きたいと思います。それではねここどこだっけ出発ゲートで、来ました。これからねチェックインしていきたいと思います。2018年に SFC 仕様を行いましたので、ビジネスクラスのチェックインカウンターでね、チェックインしていきたいと思います。今回はエコノミークラスとなっています。それでは行きたいと思います。それでは無事発見できました。 23K となっておりまして、今回もですね、プレミアムエコノミーの空きはあったんですけど、3列席の真ん中ということで今回はちょっとね辞退させていただきました。それではね、出国審査の方に行って、制限エリア内にね行きたいと思います。それではね制限エリアに入りました。今回もですね毎回行っているティアトラウンジアネックスの方にね行きたいと思います。おそらくね ANA ラウンジはねとても混んでるかと思いますんで、ティアトラウンジでね出発まで待ちたいと思います。一応それでは行きます。それではねラウンジの前に着きました。でこのティアトラウンジアネックスのね動画自体は別に出しておりますので、まあ、そちらね見ていただけたらなと思います。それでは行きます。ラウンジ到着しました。まさかの誰もいないこれはすごいですねいやこれはすごいですね。ちょっとゆっくりしたいと思います。それではねシャワー来ました。一応ねこのラウンジのね動画自体は出してるんですけども、一応今からシャワー浴びます。到着してもう3時間ぐらいですかね経っております。あと2時間半ぐらいで搭乗となります。でアメニティはこんな感じです。あとキレイキレイがあります。あとこの
な感じでシャンプーと等々があります。それでは浴びたいと思います。ではシャワー浴びました。今日まで11時半ですねの便なんで、これ深夜便でねシャワーが見れるってやっぱ最高までありますよね。ではもうしばらくラウンジに、もうしばらくラウンジでねゆっくりして、登場を待ちたいと思います。それではね、ラウンジの方出ました。今回もティアットラウンジにねお世話になりました。結局ね ANA ラウンジには行かなかったですね。で、ここはね、動画にもしておりますけども、MI カードゴールド、ゴールドプラスで入ることができます。展開費5000円と1万円、どっちでも入れますんで、まあ、おすすめになっております。それではね、ゲートの方に向かいたいと思います。それではね、ゲートの前に着きました。今回はね、この144番というゲートで、ちょっとね、反射しちゃって見えないと思うんですけど、機体はあれですね。あとね、10分ぐらいありますんでね、しばらくここら辺で待ちたいと思います。それではね、間もなく登場となります。もうちょっとでね、登場となるんですけども、結構並んでますね。今回ね、エコノミークラスなんですけども、スタイランスゴールド持ってる方がね、いかに多いかって思うぐらいね、結構並んでますね。それでは登場していきたいと思います。それでは、ね、無事に登場することができました。今回ですね、お決まりですね、いつも通りのボーイング787です。で今回もね、こんな感じで非常口座席となっております。まあ足はこんな感じで、まあでも投げ伸ばせればいいですよね。でちょっと手を伸ばせばこんな感じで外が見える座席となっております。7時間ぐらいのフライトだと、何時間ぐらいのフライトですね。楽しんでいきたいと思います。クアラルンプールタッチ行ってきます。飛行機を見るまでもう少し待ちたいと思います。それでは、ドアが閉まった。アナウンスがありました。渡してください。隣席ブロックいただきました。携帯電話などの電話機器は
機内モードなど電波を機内設定にするか電源をお切りください。行きたいと思います。 Ladies and gentlemen、 Masks will drop down when necessary。 マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸してください。 Pull the mask firmly towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally。 ゴム紐を頭にかけ長さを調整してください。 Put the elastic band。 皆様、スターアライアンスメンバー ANA クアラルンプール行き885便をご利用いただきましてありがとうございます。 Ladies and gentlemen, we are now looking for control. Please switch on your seatbelt to the door in front of you. Thank you.
いですね。ハンドソープがあって、で、手洗うところがあります。で、ウォシュレットですね。で、便座があります。ここにはお子様の台とかは良さそうですね。こんな感じで上着が掛けれるところがあります。それでは間もなく到着となります。5分ぐらいで、着陸となります。ぐっすり寝るにつれて、しばらく聞きたいですね。旅館というのはね、財布を入れっぱなしで寝てしまったら本当に腰がめちゃくちゃ痛いですね。それでは着陸を待ちたいと思います。電波を持って電子機器をご使用になりますが、携帯電話での通話は
機が止まるまで、もうしばらくで待ちたいと思います。それではね、無事、クアラルンプール国際空港に到着しました。約6時間15分のフライトということで、ちょっとね機内サービスとかね楽しんでると、私もねがっつり寝ようと思ってたんですけども、実際寝れず今ね非常に眠い感じとなっております。今回はねダイヤモンド修行の、2回で簡単 SFC 修行動画出しておりますけども、そこの、東京クアラルンプール、クアラルンプール東京ニューヨーク東京のこれは東京からクアラルンプールっていうルートでした。これをねもう1回やります。クアラルンプールから東京乗り継いでニューヨーク、今回はねここで1回動画切らせていただくんですけど、またこれからね、クアラルンプール東京ニューヨーク東京クアラルンプールやっていきたいと思いますので、それちらの動画もね楽しみにしていただけたらなと思います。今回はねこんな感じで、動画終わりたいと思います。この動画面白かった、役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。